こんにちは、30プリウスを所有しているベルです。今回はそのプリウスのエアコンから大きな異音がした時のことを書いていこうと思います。結論から先に言うと、僕の場合はディーラー保証期間だったので無償で修理してもらった。普通に修理してもらうと5万20万ぐらいの費用がかかる。それではこれから詳しく話していきます。愛車 ZVW30 プリウスのエアコンをつけると変な音がするようになってきた。この異音はびっくりするような大きな音が鳴る時もあれば鳴らない時もある。例えばエンジンを一度停止して再始動すると消えたりすることもある。ちなみに愛車の状態は走行距離は約5万キロで年式は2009年式となっています。異音はビーンと結構な音が鳴る。エアコンはよく聞くので気のせいなのかなと思っていたが、だんだんと無視できない音量になってきた。コンプレッサーじゃないのかなと思って AC ボタンを押して OFF にするとやはり音は止む。この現象を動画に撮っておいた。こういうのは車屋さんに持って行った時に限って現象が発生しなくなることが多いからだ。そして整備士さんに音を聞いてもらうと、は壊れてなくてもある程度の音はなるんですが、これはちょっと大きいですね。多分エアコンプレッサー交換になります。ひえー、保証が切れるまであと1ヶ月、危なかった。保証が切れていた場合どうなりましたかと整備士さんに聞くと、場合によっては20万円近くかかるとのことです。トヨタの車は壊れにくいと思ってたんだけど、そうでもないんだな。そして預けていた車の修理が終わって帰ってきた。修理後の音は明らかに静かになってる。30プリウスは非常に買いやすい値段になってるけど、故障はそれなりにあるのかもしれません。プリウスの中古は安いので修理費用が高すぎるといった場合には買い替えも考えた方が良いのかもしれませんね。おしまい。